皆様、本日はこちらの粗挽きの牛豚のひき肉を使ってゴロゴロ肉玉豆腐作っていきたいと思います。はい、でね、今ちょっと映ってるのでわかる感じ、めっちゃ簡単なんですけども、材料もほんと少なくて済むので、しかも包丁ももう今回使わないです。なのでもう早速火にかけていきます。ではフライパンに、じゃあこちらのひき肉ですね、こんな感じで、ね、結構粗いやつですを、まあフライパンに入れます。で、油引かなくていいんですけれども、まあ、ちょっとくっつくのが心配な方は少しだけ油入れても大丈夫です。もういいね、ゴロゴロだね。今回 400g 用意してください。そしたらもう火にかけて、で、最初は味付けとかもなく、まず牛豚の合挽きから油を出して、余計な油をね、捨てたいと思います。で、かつここから出てくる油で揚げ焼き状態にします。これで余計な油を落としつつ、ちょっとね、カリッと仕上げます。で、今回はね、それなりに濃いめの味付けにもしておりますので、普通にね、ご飯のお供でもいいし、まあ、ちょっと酒のあてとかでもいいし、で、濃いめの味付けでしっかり火を通すので保存も効きやすいと思います。で、なんか俺の印象ね、この粗挽きの方が普通の普段よく見るね、ひき肉とかよりもなんか油が多いイメージがあるんだよね。だからほんとすっごい油出ます。で、ここで軽くね、味付けの塩コショウだけしておきます。軽くで大丈夫です。で、まあもちろんね、粗挽きじゃなくて普通のひき肉でも大丈夫なんだけど、ちょっとね、ゴロッと感を出したいので、普通のひき肉を使う場合はあんまりこうやって最初にね、バーっていじりすぎずに、最初塊のままボンって入れて、ちょっと焦げるかなぐらいまでしっかり片面バーって焼いたからちょっとずつ崩すと、ちょっとね、塊が大きい状態のひき肉ができるので、そういう風に作ってくれても大丈夫です。ただ最近結構粗挽きがスーパーによく見かけるので、まあ、あれば今回は粗挽きを使ってくれるとありがたいです。だいぶ出てきましたね、油が。やっぱこんな感じで油も出てくるとひき肉もだいぶ縮まってきますね。で、火は強めの中火ぐらいでやってます。すごい量の油が出ましたね。もうアヒージョみたいな状態になってます、今油で煮るみたいな。で、まあこのね、油もやっぱ旨味ではあるんだけど、やっぱりね、保存とか効かせた場合これ固まっちゃうので、やっぱりね、舌触りとかも良くないので、余計な油を落としつつって感じで、この油はね、今回はちょっと捨てちゃいます。じゃあこんな感じでもうしっかりと油が出てきて、もう一通り火が入ったらいいかな。 OK、 じゃあそしたらこちらの油一回ちょっと取っちゃいます。まあキッチンペーパーとかで取ってから袋とかに入れて捨ててくださいね。じゃあちょっと油取ってきます。では大体の油をね、まあもう完全に綺麗にしなくても大丈夫です。まあ、大体ちょっと多すぎたかなっていう量の油を取ってあげたら、ここにどんどん味付け入れていきます。はい、まずは生姜。で、今回はね、ちょっとシンプルな材料なんで、生姜はちょっと生のものをね、すりおろそうかなと思います。こちらの生姜をおろします。まあ、一かけ分。だけど、まあ手の限界が来るぐらいまででいいですよ。危ないんでね。限界まですりおろしちゃうと。まあもちろんチューブでも大丈夫です。はい。では生姜。で、今回はね、お出汁系とかを入れずに、もうこの肉の旨味を存分に味わってください。ここにお酒。こちらを大さじ2杯。まあ臭み取りプラス旨味ですね。で、まあ生姜もね、やっぱ臭みは取れやすいので。で、お次はみりん。こちら。大さじ3杯入れます。ちょっと今完全に見せようと思ったのに見切れたね。お醤油ですね。こちらも大さじ3杯。で、あとはまあね、ちょっと濃いめに作ろうと思ってるんですけれども、最後味見した後にもうちょっと濃いのがいいって方は醤油とか追加してくれても大丈夫です。で、ここにお砂糖を大さじ2杯入れます。お砂糖、まあこれ小さじなんですけども、
で、最後ここにこちらの赤味噌です。味噌、こちらを大さじ2分の1入れます。大さじ2分の1の赤味噌でね、今回ちょっと味噌の量は少なめにして、やっぱこの醤油ベースの味付けにします。はい。で、これ全部入ったら、で、火にかけていきます。砂糖、醤油、みりん、酒、あと味噌と生姜ですね。これの水分がなくなるまでしっかりと炒めていきます。で、まあこの液体が残ってるうちにね、ちょっと味噌は溶かしてあげてください。でね、お砂糖が入ってるのでちょっと焦げやすいので、火は中火ぐらいで大丈夫です。強火にしちゃうとね、ちょっと焦げやすいので、で、あとはもうこの水分がね、ほぼほぼなくなってしっかりとした味になるまでね、煮詰めていきます。で、本当にね、一粒一粒このゴロゴロっとしたお肉がしっかり味付けしてるから、少量でだいぶ、今回ね、お豆腐とかに合わせようと思ってるんですけども、割合的にね、豆腐6、肉1ぐらいの割合でも十分しっかりとした味で食べられます。今、香りもね、すっごい生姜の香りが立ってるので、臭みもなく、美味しく食べられると思います。はい、じゃあこんな感じでもうほとんど水分が飛んで、あとはもう多分、ちょっとこの水っぽく見えるのは、また後から出てきたね、豚の脂ですね。はい、じゃあこんな感じで、水分がしっかりと飛ぶまで、炒め終わったら、こちらでゴロゴロのね、肉味噌は完成です。で、あとね、もう肉味噌が完成したら、もうお豆腐にね、冷たいお豆腐で大丈夫なので、かけるだけで、基本的には完成なんですけれども、あと今回ね、温泉卵をね、一応上に乗せてね、ちょっと倍々を狙おうと思ってるので、こちらの卵を、はい、入れて、今回レンジで簡単にやっちゃおうと思います。ただね、爆発とかがね、やっぱり怖いなって方もいらっしゃると思うんですけれども、そしたらこの、耐熱のお皿に、入れた卵を、まあ、ちょっと爪楊枝で数箇所穴開けて、これで爆発防止です。そしたら上からお水を、この、もう白身とね、黄身が完全にちょっと被るぐらい、ちょっと気持ち多めぐらい入れてください。これ足りないと、あの白身とかがね、火が入りすぎてパンってなっちゃったりもするので、しっかりめにお水を入れて、で、ラップをせずにこちらで、600ワットの出力で、まあ、だいたい40秒ほど。で、あとはね、加熱具合を見て、ちょっと足りないなと思ったら10秒ずつ追加とかで大丈夫です。ただね、ちょっと今回はしっかりとね、見てあげててくださいね。だいぶ一気に変化するんで。じゃあちょっとレンジしていきます。じゃあこちらが今40秒ほどやった感じなんですけども、白身固まって、まあ黄身にはまだ火が入ってないぐらいの感じですね。これでまあ簡単にね、温泉卵を作れるので。じゃああとはもうお豆腐の上に肉味噌や温泉卵、あとまあネギとかをね、軽く散らして、完成なので実際食べていきたいと思います。では、早速、実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。作ってる。はい、乾杯。では、いきますかの前に一言だけね、皆さんにね。あー、なはいはいはい。これ、あの、ほら、動画で作ったね。ちょっと、まあ、遠いから分かんないかもしれないけど、温玉ね、はい、これあれね、あのサムネイルに使われているやつだよね。そうこれあの市販のお玉使ってます。はい、もちろんね、うん、あのこうちゃんのやつ簡単なレシピっていうことで、あの普通にやったら大変だけど、うん、やっぱレンチンでやると見た目はこうなるよって。まあ可愛いじゃん。でも、うん、だから本場はやっぱこういう感じになるよっていう、黄身が全部覆われるんだよね。ちゃんとさ、お玉ってちゃんとじっくりかけるとね。でも味は一緒だから、一緒だからね。こう簡単に作れるよっていうね。はいはい、ということで、じゃあ行っちゃってください。確かに普通に買ったら高いからね。そうはい、いいですか。じゃあ、はい、え、もう最初はまず潰さないほうがいいよね。そう、まずはお肉を味わって。オッケー、ちょっといただきます。はい、どう？うまい。ちょっと、いや、このもうやっぱ味付けが完璧。いただきます。完璧で、やっぱね、このね、肉々しさがね、いいよね。うん、
すっごい肉々しい。やっぱあの噛み応えも普通のひき肉とかと違うよね。違う。で味がしっかりしてるから、やっぱりあの豆腐と食べてももう全然負けないね。負けない。ちょっとうわうわ。これはずるい。で、そう今こうちゃんご飯なんだけど、本当にね、豆腐と一緒に食べててもご飯が欲しくなるよね。うん、うわってうますぎる。これはマジで幸せ。しかも、こうちゃんがよく作ってくれてんだけど、もうこれ本当にもうあっという間に作ってくれるから、めっちゃ簡単なんだよ、本当に。本当にね、いいと思う。で、今日の 400g で作ったんだけど、うん、今日の分量俺たちこれでも食べきっちゃうんだけど、うん、本当に結構味は濃いめだから、うん、少量でね、豆腐とかもガンガンいけちゃうから、そう、すごい素敵。そこもいい。で、あと、うん、隠し味でお味噌入れてるんだけど、うん、基本は醤油ベースなんだよね、うん、そこもね、やっぱちょっと違う、美味しい。そぼろに似てる感じなんだけど、うん、その味に深みがあるんだよね、やっぱお味噌が入ってるから。最初にやっぱ余計な油もしきってるから、油っこくないのがいいよね。それすごいいいかもしれない。全然難しくない。いや、マジで、あの糖質制限してる人にはマジでこれ神料理だと思う、本当に。あと、もうかけちゃったんですけど、お好みで七味もありですね。うん、合うよね、うん、和風系の味だから。うん、だから山椒も合うしね、絶対。天才だね。あの、逆に豆腐が足らないわ。でも、うん、しゅんちゃんが豆腐一丁食べるなんて奇跡だから、多分相当、本当に美味しいよ。確かにね、あんまり一丁まるまる食べることないよね。あんまったか、そもそもこの大きさの豆腐をまず絶対に食べない、プラスこれの半分の、さらに半分で食べるぐらいだから、ね、普段はボロ。これもうご飯の上乗せちゃっていい、最後俺。うん、これ絶対ちっちゃい子好きだよ。うん、お弁当に入っててもいいよね。いいね、冷めて全然美味しい食べ物になってるから、ね、おにぎりの具の中に入れてもいいしね。あー、いいね、それ。はい、じゃあもうラスト、僕はね、ご飯の上にかけました。ちょっと僕もこのままかっこもいただきます。ということで、本日はですね、とっても簡単にできる、ゴロゴロ肉玉豆腐、おこちゃん作っていただいたんですけども、はい、やっぱね、あのシンプルな味付けなんだけど、やっぱ隠し味でお味噌入れてるだけで、ほんと深みのある、すごい美味しいレシピになってると思うし、あとは何よりマジでめちゃくちゃ簡単、ね、本当に。あとはね、やっぱね、あの低糖質、うん、あの糖質制限してる方にはめちゃくちゃ神レシピだと思う、本当に。これ一つでめっちゃ満足できるし、またすぐ食べたいって思えるあの料理でもあるんで。あとはもちろんね、うん、あの糖質制限してなくて、ご飯が、ね、ご飯のお供として食べるのも、豆腐と一緒に食べてもめちゃくちゃご飯進むぐらい味が本当に美味しいんで、この味付けでね、ぜひ皆さん作っていただけたらなと。あとね、あのあれば粗挽きのね、そうだね、ひき肉ね、ひき肉で使って作ってもらいたいなと思います。はい、ということで本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバイ。